はいどうも、ミニマリストたけるです。本日もラジオ形式で動画を撮っていきたいと思います。本日の動画のテーマはあなたの片付けに役立つミニマリストの名言集ということでお話をしていきます。ぜひ家事をしながらだったり移動中に聞いてください。もしパパッと聞きたい方は 1.5 倍速、2倍速がおすすめです。で、本題に入る前にちょっと告知なんですけども、まずこちらですね、第1作目、第2作目本を出版しておりまして、大変ご好評いただいております。まだ読んでない方、買ってない方がいましたら、この動画の下にある概要欄に詳細のリンク貼ってありますので、ぜひそちらからご購入いただけたらと思います。そしてもう1点告知がありまして、つい先月からですね、ミニマリストのオンラインコミュニティ M ラボを開設いたしました。そこでメンバー限定でね、 YouTubeのメンバーシップという制度を使って、月1回以上 YouTube のライブ配信とかね、オフ会を開催する予定ですので、そこで情報交換したい方だったりとかね、もっともっと深く学びたいという方はぜひメンバーになっていただけたらと思います。それもですね、この動画の下に概要欄に詳細を貼ってありますので、ぜひ合わせてご覧ください。ということで、ここからが本題ですね。改めまして、本日の動画のテーマはあなたの片付けに役立つミニマリストの名言集ということでお話をしていきます。実際にミニマリスト生活を送っていくとですね、結構人生のその本質に近づけるというか、結構僕もね、いろんなアドバイスをしたりとか、いろんな相談を受けてるとですね、なんか結構名言が出てくるみたいで、結構周りから言われることがあるんですよ。で、今回は僕自身が言ったことだけではなくて、いろんなミニマリストさんから聞いた名言っぽいことを今回ね、動画の一本にまとめたいと思いますので、ぜひ皆さんの片付けにお役立ていただけたらと思います。今回の名言をね、聞くだけでもかなりその片付けのモチベーションが上がったりとか、物を減らそうっていう意識になったりとかすると思いますので、ぜひ最後まで動画をご覧いただければと思います。ということで、まず早速一つ目から参りたいと思います。一つ目の名言は、何かを所有するためには同時に何かを失っているということですね。何かを所有するためには同時に何かを失っているということです。きっと多くの方はですね、物を所有しよう所有しようっていう風になってると思うんですけども、同時に失ってるものもあるんだよっていうのを理解しておく必要が僕自身はあると思っています。例えば物一つ買うにもやっぱり時間を失っていたりとか、お金も当然ながら失っていますよね。で、さらに物を一個また一個買っていけば、スペースも失っていくわけじゃないですか。僕たち人間が暮らすスペースもどんどん狭まっていきますよね。で、逆に物を減らせば減らすほど今よりも広い家に住めるわけですよ。そう、だからぜひ皆さんもですね、一度一個物を増やすために同時に何か失ってるものって何だろうかっていうのを一度考えてみてほしいなと思います。あくまで僕自身は一個物を増やすためにスペースと時間とお金、これが失われていると僕自身は思っているので、そこまで物を買わなくなったなというふうに振り返ってみると思います。続いて2つ目の名言ですね。ミニマリストの名言2つ目は、適当な服で過ごせば適当な一日になるということですね。適当な服で過ごせば適当な一日になるということです。実際に皆さんクローゼットの中の洋服一度チェックしてほしいんですけども、2軍3軍の服あったりしませんかね。部屋着がやたらと多かったりとかしませんか。これはやっぱり良くないですね。やっぱり毎朝の服のコーディネートで妥協してね、服を選んでいたりとか、着たい服が見つからないっていうのは非常にもったいないんですよ。僕自身もそうですし、他のミニマリストさんもそうなんですけども、もう1軍の服しか残してないんですね。もう1軍よりもオールスター選手がもう残ってるイメージでいいと思うんですけども、僕自身もですね、やっぱり着心地の悪い服だったりとか、自分に似合わない服とかってあんまり着たくないんですよ。だからもうこれっていう服が見つかったら、もうそれしか着ないように普段はしてます。いわゆる私服の制服化、私服の固定化ですね。だからもう毎日自分にとって素敵な服というか、着心地のいい服、お気に入りの服を着れば、その日をもうすごくなんか気分よく過ごせるわけですよ。逆に2軍3軍の服を着ちゃうと、妥協して服を着ちゃうと、やっぱりその日の気分って落ちちゃいますよね。適当に過ごすことにもなりかねないじゃないですか。そう、だから適当な服で過ごすっていうのはもう今後一切やめてほしいので、そういう風にならないためにも、自分にとってもう着心地のいい服というか、お気に入りの服だけしか着ないようにしてほしいなと。だから余分な服とか着たくない服とか、自分に似合わない服とか、好みじゃな
ない色とか、まあ、そういった服とかはもう全部捨ててもいいと思います。これ化粧品もしっかり、アクセサリーもしっかり、靴とかカバンとかもしっかりですね、もう適当なものを身につけちゃうと適当な一日になっちゃうので、適当な一日を過ごしたくなければ自分にとっていいものですね、好きなもの、好みなもの、身につけたいもの、お気に入りなものを身につけてほしいなと思います。続いて3つ目に参りたいと思います。3つ目の名言は、着る服がないわけではないと、着たい服がないだけっていうことですね。着る服がないわけではない、着たい服がないだけ、これもよく聞くんですけども、結構ね、服はあるのに着たい服がないんだよねって皆さんもきっと耳にしたことあると思うんですよ。でも現実にクローゼットにたくさんね、それこそ服が50着100着200着あるのにもかかわらず、いや服ないんだよねって言ってる方とかもねいらっしゃると思うんですが、実際は着たい服がないだけなんですよ。そうだから、さっきも言ったように、とりあえずお気に入りの服だけに厳選してほしいんですよね。でおしゃれがわからないとか、なんかおしゃれな服がないと思ってる方は、もう今すぐ服を買いに行って、もう店員さんにコーディネートしてもらうとか、パートナーとかね、恋人に選んでもらうとかしていただいて、もう超おしゃれな服とか、自分がお気に入りの服を数点持って、それを毎日着続ければいいんじゃないかなと思います。自分が着たい服とか自分のお気に入りの服ってそこまで多くないと思うので、やっぱり2軍3軍作っちゃうとね、やっぱりそれこそ着たい服が埋もれちゃったりとか、必要な時にパッと手に取れなかったりとかするので、ぜひそういう風にならないように、着たい服だけ残すっていうのが大事じゃないかなって思います。続いて4つ目の名言は、僕自身ねこれすごく思うんですけども、物を大事にできない人は人も大事にできないということですね。物を大事にできない人は人も大事にできないということです。やっぱり物が存在に扱われていたりとかね、物を投げたりとか、それこそ物だけじゃない、現金投げたりとかもそうなんですけども、なんかいわゆる感情のないものに対して存在に扱うっていうことは、やっぱり人間に対してもね、存在に扱いやすいんですよ。そうだけど、逆に物が減っていくと、一点一点を丁寧に扱うようになるわけじゃないですか。それこそ押し入れにしまっとくとかね、埃をかぶせるとかじゃなくて、もう普段から使うとか、メンテナンスをするとか、丁寧に置いておくとか、収納するっていう風になると思うんですよね。で物がすっきりしていくと、それこそまあ人間関係の管理って言ったらあれかもしれないけども、まあ、自分と気の合わない人っていうのをどんどん片付けていって、整理させていって、自分が大事にしたい人だけが残っていくわけじゃないですか。だから、まあ、そういう人を大事にしようと思うから、まあ、それこそその人の悪口を言わないようになったりとか、まあ、やっぱりその人がいかに喜んでもらえるかっていうのを、まあ、やっぱり考えるようになりますよね。そうだから僕自身が思うに、やっぱりその人がどういうものを持っているかとか、なんかその物の扱い方はよく見るようにしてますね。で逆に僕自身はなんかその物にこだわりがなかったりとか、なんか物がボロボロだったりとか、存在に扱ってる人を見ると、いやもしかして自分もそんな風に扱われるんじゃないかって、やっぱ潜在意識的に思っちゃうから、結果今までの僕の人生を振り返ってみると、そういう人とは縁を切ってるというか、疎遠になってるなっていうイメージがあります。これは意図的にそうしてるんじゃなくて、なんか自然と消滅したというか、やっぱりだから物とその人間関係の扱い方って結構関わってるんじゃないかなっていう風に思いますので、ぜひ皆さんもそういうところで人を見極めるっていうのも大事だと思うし、自分がそうならないために、そう思われないために、物を大事にする、で物を大事にするためには、やっぱりその不要品とかはとにかく捨てていって、大事にしたいと思えるものだけを揃えるっていうのはすごく大事じゃないかなって思います。続いて5つ目の名言ですね。ミニマリストの名言5つ目は、物が多い貧乏な人、そして貧乏になっていく人はいるけども、物が少なくて貧乏になっていく人を見たことがないっていうことですね。はい、これ僕自身つくづく思うんですけど、もちろんお金持ちの人で物が少ない人、物が多い人ってのは当然いると思うんですけども、まあ、貧乏な人っていうカテゴリーの中でですね、物が多くて貧乏な人は多分きっと皆さんも見たことがあると思いますと。で物が多くて貧乏になっていく人も見たことがあると思います。僕自身はそういう人間でした昔ね。だけど物が少なくて貧乏になっていく人って僕見たことがないんですよ。今までもいろんなミニマリストさんを取材したりとか、お部屋の片付けをしたりとかしてますけども、大体どの方もその経済的に豊かになってるんですよね。借金が返済できたりとか、貯金が毎年いつも以上にできたりとかね。そうだから僕自身はこれってすごく、なんか物の量とお金の関係性ってすごくあるなと思っていて、もし皆さんが物が多くてお金に困ってるのであれば、それが多分原因だと思うので、物を減らしてくださいと。で僕自身の実体験もあり
し、まあ、他のミニマリストさんとかね、お部屋の片付けを依頼してくれた方を見ていると、まあ、物が少なくて貧乏になっていった人って本当にいないので、だからぜひ皆さんもですね、経済的に豊かになりたいのであれば、ちょっとでもお仕事をね、うまくいかせたいとかね、副業を始めたいとか、節約貯金頑張りたいっていう方は、とにかく物を減らしてほしいなというふうに思います。続いて6つ目に参りたいと思います。6つ目のミニマリストの名言は、物がなければ思い出せないような思い出は大したことがないということですね。物がなければ思い出せないような思い出は大したことがないということです。これも本当に僕自身思うんですけども、やっぱりね、その思い出のものって捨てにくいじゃないですか。で、なんで捨てにくいかといったら、物を手放すとその思い出まで忘れそうっていうところで罪悪感が出てきたりとか、捨てにくいっていうのもあるし、もちろん買った時の金額とか云々で、まあ、手放せないっていう方もいらっしゃると思うんですけども、まあ、僕自身ね、思うのは、その手放して忘れるぐらいな思い出だったら、僕はもう正直手放しちゃった方がいいと思います。で、売ったお金で新たな思い出を作ればいいじゃないですか。記憶に残る、心に刻めるようなね、脳裏に焼き付くような、めちゃくちゃいい体験経験にお金を使った方が僕はいいと思うんですよね。まあ、これちょっと極端な話ですけど、僕自身は過去にとらわれたくないと思って、過去の延長線上で行きたくないと思ったので、もう過去のものはもうゼロにしたんですよ。もう動画も写真もしっかり、記念品も買わないし、お土産も買わないし、なんかそういう過去のものがあると、やっぱり過去のものがね、なんか自分にその過去の情報をフラッシュバックさせてくるわけじゃないですか。だからなんかそういう風に過去にとらわれちゃうと、やっぱり今を生きれなくなるし、未来を生きれなくなるんですよね。やっぱり過去こういう人生を歩んできたから、未来もこういう風になるだろうとかね、こういう風になっていきたいとかっていう風になっちゃうと、僕自身は人生もったいないなと思ったので、もう過去は全部切り捨てて、今どう生きたいか、今この瞬間をどうしていきたいかとか、未来をどうしたいかっていう風に考えるときは、もう過去関係ないなと思ったから、僕はゼロにしたんですよね、過去のものを。そうで、プラスやっぱりね、過去の思い出って何がありますかって聞かれた時に、パッと思い浮かぶ思い出ってあるじゃないですか。まあ、僕自身は例えばオーストラリア、学生時代、大学生時代に行ったオーストラリアの旅行だったりとか、あとはその、まあ、ミニマリストになってね、イベント開催したことだったりとか、まあ、いろいろあるんですけども、やっぱり自分の人生において大事な思い出って、やっぱり心の中に深く刻まれるし、脳裏にすごく焼き付くんですよ。で、物がなくても思い出せる思い出っていうのが、めちゃくちゃ自分にとっても皆さんにとっても大事な思い出だと思うので、なんか物がないと忘れるような思い出っていうのは、僕は正直価値はないと思ってます。ぜひ皆さんもですね、過去にとらわれるんじゃなくて、過去の思い出に執着するんじゃなくて、どんどん前に進んでいきましょうよというふうなことを、僕自身はお伝えしたいなというふうに思っています。続いて7つ目ですね、ミニマリストの名言7つ目は、部屋に埃を貯めているときはお金がたまらないということですね。部屋に埃を貯めているときはお金がたまらないということです。まあ、これもさっきのお話とちょっとつながってはくると思うんですけども、物が多いとやっぱり埃もたまりやすいですよね。で、お部屋が汚い人でお金をめちゃくちゃ貯めてる人って、僕自身は見たことないし、多分そういう人って少ないんじゃないかなというふうに思います。だからぜひ皆さんね、そのお金持ちの真似をするって言ったらあれかもしれないですけども、やっぱりなりきることってすごく大事なので、やっぱりそのお金持ちの人っていうのは、たとえ物が多くても、やっぱりその掃除が行き届いていたりとか、お部屋が綺麗だったりとかすると思うんですよね。だからそこを真似していく必要はあるかなと思います。だから特に玄関周りだったりとか、水回りだったりとか、床にね、なるべく埃とか物を溜めないように、普段から定期的に整理整頓するとか、お掃除をするっていうのはすごく大事だと思います。で、なんで物を減らすとお部屋が綺麗になるとお金が増えていくのかっていうと、まあ、そもそも物を買わなくなれば、その分お金が浮きますと。で、それで貯金が増えるっていうのもそうだし、やっぱりこの空間に、やっぱり人間の感情とか行動って左右されるので、結論、お部屋が綺麗になれば感情も高ぶりますと。まあ、害することってないですよね。お部屋が汚くて汚れなくなるので、気分が害するってことが少なくなって、ストレスも減っていきますと。さらに、これをしよう、あれをしようってなった時に、必要なものがパッと取れるから、フットワークが軽くなると、行動力が上がっていくっていうところ、どんどんチャレンジしていけるようになるわけですよ。それこそ引っ越しもできるし、転職もできるし、副業を始められるし、なんか例えばいろんなビジネス挑戦できたりとか、なんかお金を増やす行動をたくさんできるようになるわけですね。家計管理だったりとか、節約だったりとか、なんか怖いもの知らずになるみたいな感覚になるので、だからこそ物が減ると、埃が減ると、まあ、気分も良くなるし、フットワークも軽くなるし、無駄遣いが減っていくっていうところ、どんどんお金が増えていくので、逆にもう埃も貯めている方は、物も貯め込んでいる方はお金は減っていきますよということなので、まあさっきからも何回も繰り返しになりますけど、もし皆さんがお金を貯めたい方は、埃を貯めない、物を貯めないっていうのは大事じゃないかなって思います。
ます。続いて8つ目に参りたいと思います。8つ目のミニマリストの名言は、物の数が減るだけでしなくていい家事があるということですね。物の数が減るだけでしなくてもいい家事があるということです。もうこれも僕自身ね、実感してるんですけども、物が減るだけで本当に家事が減るんですよ。で、具体的に何かというと、例えば床の物とかテーブルの上の物が減るだけで、テーブルの拭き掃除が楽になったりとか、床のね、あの掃除もすごく楽になるじゃないですか。で、さらに物が極端に減っていけば、買い物の時間も減るし、買わなきゃいけないものも減るから、まあ、当然ながら節約にもなるし、買い物の時間も減って、なんかすごい家事が楽になったりとか、あとはキッチン周りがすっきりすれば、必要な調味料とか調理器具とかもパッと取り出せるから、料理の時短にもなるし、洗い物も少なくなるし、あとは洋服の数が減れば洗濯も楽になりますよね。で、物が減れば減るほど、例えば我が家ではそうなんですけど、乾燥機付きの洗濯機を買うことによって、家事の自動化もできたわけですよ。洗濯を干す、乾かすっていう家事がなくなったので、もう乾いて出来上がるので、そういう自動化に、家事の自動化にお金をかけられるようになったので、だからこそ物の数が減るだけでしなくてもいい家事があるっていうのはまさにだなというふうに思いました。続いて9つ目に参りたいと思います。ミニマリストの名言9つ目は、これきっと皆さんも耳にしたことあると思うんですけども、捨てる苦痛は一瞬、持ち続けるストレスは一生という名言ですね。言葉ですね。捨てる苦痛は一瞬、持ち続けるストレスは一生続きますよということです。まあ、これはさらっと流しますけども、やっぱり片付けをすると心身ともに疲れるし、まあ、一時的にちょっとお金が出ていったりとかね、あの粗大ごみとか業者を呼ぶとかでお金が出ていったりとかすることもあるし、片付けの時間がね、やっぱ長くなっちゃう、時間が奪われる。だけど一時的にはやっぱりそういう苦痛は伴うけども、物が減ったらもう二度とその整理整頓とか片付けとか大掃除とかしなくてよくなるわけじゃないですか。だから物が減った段階で、そういうストレスとか苦痛とか、お金が奪われること、時間が奪われることってなくなるわけですよ。だけど物を持つ生活だと、なんかそういうストレスがずっと続いちゃうわけですよね。毎年毎年大掃除をしなきゃいけないとか、引っ越しのたびに苦労を味わったりとか、お金も出ていくし、整理整頓とか片付けとか家事とか掃除とか、まあ、そういうところに時間がどんどん奪われていく人生になっちゃうわけじゃないですか、この先の人生も。だからどっちの方が皆さんにとって価値があるかですよね。物を持ち続ける人生の方が幸せで、時間もお金もゆとりが生まれる人生なのか、逆にいや今一瞬苦痛は味わうけども、だけど物を減らしたその先の人生、時間にもお金にもゆとりが生まれて、そっちの方が幸せになるのかっていうのを一度皆さんにもね、考えてほしいなと思います。続いて10個目のミニマリストの名言は、本当に大切なものなら捨てるか迷うことはないということですね。本当に大切なものなら捨てるか迷うことはないということです。これはつまりどういうことかというと、皆さんもね、きっと今までに人生の中で何度か片付けをしたりとか整理整頓したことあると思うんですけども、これどうしようかな、捨てようかな、残そうかなって迷うものってあるじゃないですか。で、迷うっていうことは、なくてもいいけども、いつか使うかもしれないとか、念のため取っておこうとか、誰かからのプレゼントだからとか、買った時高かったんだよねっていう、なんか雑念とか感情にとらわれて迷ってるわけですよ。だけどさっきも言ったように、今皆さんが使ってるもの、それこそ今ね、スマホとかパソコンとか iPad で見てると思うんですけども、今現在進行形で使ってるものを捨てようっていう発想にはならないし、例えばイヤホンだったりとか、今使ってるテーブルだったりとか椅子だったりとか、現在進行形で使ってるその調理器具だったりとかって、捨てるっていう発想が出てこないんですよ。つまりどういうことかというと、そこがあの見極めポイントになっていて、要は必要なものって捨てるっていう迷うことがないわけなので、そういうものは残して、で迷ったものっていうのは、今使ってないけどいつか使いそうとか、高かったんだよねとか、人からのもらい物なんだよねとか、なんかそういう雑念にとらわれてるものこそやっぱ迷いやすいので、迷ったら捨てるっていうのもね、すごく大事だと思います。で、迷ったものは捨てるようにしていけば、今現在進行形で今の生活で必要なものしか残らなくなるし、皆さんにとっての大事なものしか残らなくなるので、まあ、そういう風に片付けていくっていうのはすごくすごく大事なことだと思います。では続いて11個目の名言集ですね。ミニマリストの名言11個目は、これローランドさんのちょっと言葉をねお借りしたんですけども、最小限にして最高級っていうことですね。最小限にして最高級と、これ僕聞いた時ビビッときてですね、まあ、これがまさに僕ミニマリストの生き方だなって思うわけですよ。もっとシンプルに言えば、量より質っていうことですね。やっぱりなんか安いものとか、なんか大して価値がないものを大量に持つよりも、少数精鋭で一点一点に価値があるものを買った方が僕はいいんじゃないかなと思います。そしてお金がない人
ほど安くて価値がないものを大量に買いがちなんですよ。だけど、まあ、ちょっと経済的に豊かになってきたりとか、まあ、ミニマリストになって物を一点一点こだわりを持つようになると、安くて価値がないものを大量に買うよりも少ないもので価値があるものを買うようになっていくのかなっていうふうに僕自身は思います。だからこそやっぱり生活がより良くなっていくし、まあ、効率的になったりとか生産的になったりとか気分が上がりやすくなったりとか気分を害することが少なくなったりとかするんじゃないかなっていうふうに思うんですね。だからなんか別にブランド品を買えとか高いものを買えっていうわけじゃなくて、そもそも価格で物を選ぶっていうのはもうやめてほしくって、価格よりも価値で選んでほしいんですよ。だからいかにその最小限のもので価値あるものを少数だけ持てるかっていうのは僕自身は重視してるので、まあ、そんな風に買い物をしていけばかなり物は絞れてくるんじゃないかなと、いいものだけを持てるようになるんじゃないかなって思います。で、逆に片付ける時もその価格云々とかじゃなくて、今皆さんが手にしているもの、目の前にあるものは価値があるものなのかどうなのか、今の自分を幸せにしてくれてるのかどうか、今の自分の生活を豊かにしてくれるものなのかっていうのを考えていただくと、だいぶ片付けもねはかどるんじゃないかなって思います。続いて12個目に参りたいと思います。ミニマリストの名言12個目、は片付けたいは変わりたい証拠ということですね。片付けたいは変わりたい証拠ということです。まあ、皆さんもねきっとお部屋を片付けたいとかミニマリストになりたいとかお部屋をスッキリさせたいって普段思ってると思うんですけども、これつまり変わりたい証拠なんですよ。人生変えたいっていう証拠なんですよね。で、昔の僕もやっぱり貧乏で物がたくさんあった時に、なんかわかんないけど人生変えたいと思ったんですよ。何かとりあえず行動して、もう何でもいいからとにかくこの貧乏生活を脱出したいと思ったし、何かしら変えたいと思った時にふと片付けっていうキーワードが出てきたわけですよね。まあ、テレビだったりとか YouTube だったりとか、ミニマリスト渋さんとかメンタリスト DAIGO さんのなんか動画を見たりとか本を読んだりとかで、まあ、片付けしようと思ったんですよ。で、片付けをしてからやっぱり物も減って空間も変わったし、で、空間が変わると感情も変わるし行動も変わるし、やっぱりなんか片付けをすると物を捨てていくとそれと連動してやっぱり感情だったり思考だったりとか行動が変わっていくので、まあ、当然だから人生変わっていくわけじゃないですか。そうだから皆さんもふとね片付けたいなとかお部屋をすっきりさせたいなと思った時っていうのは、皆さん自身が今の自分を変えたいとか、まあ、今の自分の人生を変えたいっていう証拠なので、そう思った時が一番ねその情熱とかモチベーション高いので、もうすぐにでも行動してほしいなと思います。で、きっとこの動画をご覧になられてる方の、まあ、一部かもしれないですけど、中にはやっぱりねこの動画を見たことによってよし片付けようって思った方いらっしゃると思うんです。それはやっぱり皆さんがね今この瞬間に人生変えようとしてる証拠なので、ぜひねこの動画を見ながらでもいいし、無用いた後にも3分でも5分でもいいから片付けてほしいなと思います。続いて13個目のミニマリストの名言集ですね。あなたの片付けに役立つミニマリストの名言集13個目、は家事は頑張らない収納も増やさないということですね。家事は頑張らない収納も増やさないということです。これ実際僕自身も実践していることなんですけども、まあ、家事ってやっぱり面倒くさいしやりたくないし、もう結論シンプルに言えば家事ほど無駄なものってないと思うんですよね。それこそ片付けとか整理整頓とかのコツとか僕自身 YouTube で結構語ってますけども、僕は片付けとか整理整頓とか家事ほど無駄なものはないなというふうに思っています。だって人生ってやっぱり命っていう、まあ、その限りある時間じゃないですか。一度きりしかないですよね。それを例えば毎日その探し物とかね、片付け整理整頓とか、なんか毎日料理を作ったりとか、もちろん生きるためには必要かもしれないけど、そういう時間に当てちゃったらなんかすごいもったいない気がするんですよ。もっとできることあると思うし、例えば旅行行ったりとか大好きな人に会ったりとか、大好きなこととなんかやりたいこととか好きなことをやれたりとか、なんかそういう時間に当てた方が人生絶対豊かになるじゃないですか。で、もちろん今ねお部屋とか物が多くて片付けをするとかはもちろん必要ですけども、なんかそういう時間ばっかりになっちゃったら僕はすごい死ぬ時に後悔するなと思ったので、家事を頑張らなくてもいいように物を減らすっていうのもそうだし、自動化を意識してきましたね。さらにさっきも言ったように収納を増やしちゃうとやっぱり家事を頑張らなきゃいけなかったりとか、探し物が増えちゃったりとか、整理整頓とか片付けとか大掃除とかもうやることがどんどん増えちゃうので、そうなっちゃうともう僕はもうストレスにあふれる生活になるなと思ったから、もう収納は絶対に増やさないっていうのは意識してますね。だから皆さんもですね、じゃあ家事を頑張らないためにはどうしたらいいのか、収納を増やさないためにはどうしたらいいのかっていうのをぜひ一度考えてみてほしいなと思います。もう僕自身はもう家事を頑張るぐらいだったらもう家事をやめて、でその分仕事を頑張ってお金を稼いでお金を貯めて、で
なんか好きな人と好きな仕事をするとか、例えば旅行に行くとか、例えば早期リタイアを目指すとか、まあ、自分の人生だからこそ自分の嫌なことを減らして好きなことだけで、なんかやりたいなというふうに思っています。続いて14個目参りたいと思います。あなたの片付けに役立つミニマリストの名言14個目は、買い物が下手な人は捨てるのも下手ということですね。買い物が下手な人は捨てるのも下手ということです。まあ、これも僕ねつくづく思うんですけども、昔本当にたくさん物を持ってた時っていうのは買い物が下手だなと思ったわけですよ。なぜかというと、買ったはいいけど使ってないものが多かったりとか、結果最終的には捨ててしまったりとか、何個も同じものを買ってたりとかして、結局捨てるのが下手な人って買い物が下手だったりとかもするし、買い物が下手な人って捨てるのも下手なんですよ。そうだから、どんどん使わない必要ないものがお部屋に溜まっていくわけですよね。だから僕自身は物を減らしたことによって、まあ、少数精鋭で生きていこうと、で一個一個にこだわりが出てきて、まあ、こういうものは買う、こういうものは買わないっていう基準とかもだんだん明確化してきたわけですよ。でそういう風になってから買い物が上手になってきて、買い物で失敗すること、それこそ後悔することもなくなってったし、買ったものをすぐに捨てるっていうのもほとんどなくなったんですよね。だからなんか物の目利きが上手くなったというか、それこそなんか価格で考えるんじゃなくて、その物の価値で考えるようになって、今自分自身の生活に使うかどうか、役立つかどうかっていうのを、まあ、基準にして物を買うようになったので、だから捨てるのも上手くなったし、買い物も上手になったかなというふうに思います。だから結局その物が増えがちな方とか、人生うまくいかない人とか、お部屋が片付かない人って買い物も下手で捨てるのも下手なので、どっちかからうまくいくように、まあ多分僕的に個人的におすすめなのはやっぱ物を減らす方からやっていくっていうのが大事だと思います。減らすのが上手になっていけば買い物も上手になると思うので、ぜひね、片付けをして物を減らしてほしいなと思います。続いて15個目に参りたいと思います。あなたの片付けに役立つミニマリストの名言15個目は、片付けは最高の自己啓発ということですね。片付けは最高の自己啓発ということです。でこれ本当に僕のね、ここの5年間振り返ってもそう思うんですけども、なんか片付けをすると言ってみたら自分と向き合うことになるんですよ。今までの自分の過去の、まあ、人生を振り返ることにもなるし、一個一個のものとの思い出とも向き合うことにもなるし、自分の行動習慣を修正改善していくことにもつながっていくわけなので、一個一個のものと向き合うこと、そして片付けをすることっていうのは、今の自分と向き合うこと、そして過去の自分と向き合うことでもあり、そして未来の自分を考えることにもつながるじゃないですか。だから僕は本当に片付けって最高の自己投資でもあるし、もういつどこでもできるじゃないですか。もう誰でも簡単にできることが片付けですよね。やっぱり中には自己啓発の本とかビジネス本を読んでると、なんか今の自分にはちょっと難しいなとか、今できないなっていうものもやっぱりあるじゃないですか。でも片付けってもう年齢問わず、性別問わず、どんな環境の人だろうができることじゃないですか。だから僕は本当に片付けとか整理整頓って最高の自己投資だと思っていて、そこから学べることですごくたくさんあるんですよ。あ、無駄遣いしてきたなとか、物たくさん買ってきたから貧乏になったんだなとか、物を買っても幸せになれないなとか、物をどうせ買うんだったらこだわりの物を買おうとかね、価格より価値で買おうとか、なんかいろんな気づきが得られたんですよ。でさらに僕自身は物を減らしたことによって、ミニマリストになったことによって、まあ、こんな風に SNS 発信してうまくいったというか、まあ、それが仕事になったりとか、まあ、いろんな人と出会えるようになって、まあ、それこそいろんなミニマリストさんとご縁あって、お仕事を一緒にしたりとか、いろんな情報が入ってきたりとかして、まあ、すごくそれがいい自分の人生のきっかけになったんですよ。ターニングポイントになったんですよ。そうだから片付けによってやっぱり人生が変わるというか、軌道修正されていくというか、まあ、一度リセットされるので、最高の自己投資だと思って、ぜひ皆さんね、片付けをしてほしいなと思います。続いて16個目ですね。あなたの片付けに役立つミニマリストの名言16個目は、やりたいことを探すよりもまずはやめたいことを考えるっていうことですね。やりたいことを探すよりもまずはやめたいことを考えるっていうことで、これもすごく大事なんですよ。これ不思議とですね、やっぱり人生うまくいかない人とか、お金に困る人とか、時間がない人って何でもかんでも足し算にしちゃうんですよね。それこそ物を買いたいとか、やりたいことを決めようとか、そういう風になんか足し算で考えると、結果抱えるものが多くなりすぎて、お金も必要になってくるし、時間も必要になってくるし、もうないないだらけになっちゃうわけですよ。時間がない、お金がないとかね、人脈がないとか。だからそうじゃないと、まずは引き算をしましょうと。やりたいことよりもやめたいことだったりとか、買いたいものよりも減らしたいものっていうのを考えてほしいんですよね。やっぱりこれスピリチュアル関係でも言われてることなんです。
ですけども、足す前にまずは引きましょうってよく言われるんですよ。出入り口って入り出口って書かないじゃないですか。まずは出すっていうのがやっぱり原則なんですよね。自然の摂理というか。だから例えばちょっと話はそれるかもしれないですけども、ダイエットをしたいってなったら、まあ運動する人とかもいると思うんですけども、だけど消費カロリーを増やすよりもなんか入り口を立つこともやっぱり大事じゃないですか。断食だったりとか食生活を見直すとか。だから、まあ、買い物習慣、物で言えば買い物習慣とか、まあもちろんね、断捨離とか片付けをすることも大事かもしれないですけども、とにかく何かを足そうと思ったらダイエットと同じように何かを減らさなきゃいけないんですよ。なのでもし皆さんが何かを得たいと思ったら減らすものを考えるっていうのはすごく大事じゃないかなと思います。続いて17個目に参りたいと思います。あなたの片付けに役立つミニマリストの名言17個目は、これきっと皆さん耳にしたことあると思うんですけども、お部屋の乱れは心の乱れ、心の乱れはお部屋の乱れということですね。今現に皆さんのお部屋が散らかっている、汚いという場合は皆さんの心がやっぱり乱れている証拠なんですよね。で、一旦綺麗にして心が乱れてくるとやっぱり自然とお部屋も汚くなっていくので、だからそのメンタルのケアっていうのすごく大事なんですよ。で、メンタルのケアってちょっと抽象的な表現ですけども、僕自身が普段から心がけているのは、心赴くままに判断するっていうのは大事にしてます。つまり好きなこと嫌いなことっていうのははっきりさせるとか、やりたいことやりたくないことをやっぱりはっきりさせるっていうのはすごく大事で、自分の心がなんかやりたいな、興味があるなと思ったらそこに時間とお金をかけるし、いやこれちょっと微妙だなとか、いやこれちょっとやりたくないなとか、ちょっとこの人嫌いだなとか気が合わないなと思ったらなるべく疎遠になるというか、そういうふうに心赴くままに物事を判断すると結構心が乱れなくなるというか、ストレスを受けなくなるので、そんな風に僕自身は実践するようになってから、心も乱れにくくなったし、お部屋も乱れにくくなったかなという風に思います。なので一つ、お部屋の乱れっていうのが自分の心の乱れているその証拠になるので、まあ、乱れてきたなと思ったらお部屋を片付けるだけではなくて、メンタルケアの方もね、大事にしてほしいなと思います。最近ちょっと嫌なことやってないかなとか、まあ、嫌な言葉を聞いてないかなとか、なんか嫌な仕事してないかなとかね、そういうなんか減らせるものを探していくっていうのは大事かもしれませんと。続いて18個目に参りたいと思います。18個目はですね、今よりも過去を大事にしていると結局何も捨てられませんよということですね。今よりも過去を大事にしていると結局何も捨てられませんよということです。まあ、これは、まあ、さっきも過去の思い出の話をしたんですけども、過去の栄光とかもそうなんですよ。例えば、賞状だったりとか、過去に作った作品だったりとか、トロフィーとかメダルとか、なんかそういう自分の実績になりうるものをずっと置いて、まあ、それをね大事にしていると、今がないがしろになるというか、今を生きられなくなるわけですよ。で、もう大事なことっていうのはやっぱり今を一生懸命生きることじゃないですか。過去の実績でも栄光でも思い出でもなくて、今を一生懸命生きることだし、今を最高な自分で生きることというか、まあ、今実績作ることだったりとか、今思い出を作ることっていうのがすごく大事だと思うので、だからもし皆さんがお部屋をすっきりさせたいと、片付けをしていきたい場合はですね、過去を捨てるのが一番いいんじゃないかなと思います。で、逆に過去を大事にしすぎちゃうと結果何も捨てられなくなっちゃうので、思い出がとか、昔買ったものなんだよねとか、誰かからもらったものなんだよねって、過去のことばっかり話しちゃうと、過去のことばっかり思い出しちゃうと結果捨てられないので、もうとにかく今を生きてくださいと。今を大事にするために本当にそれって必要ですかと、今の自分を豊かにしてくれてますか、幸せにしてくれますかっていうのを考えていただいて、もう本当に過去を大事にしたいのか、それとも今を大事にしたいのかっていうのを天秤にかけていただいて、ぜひね、片付けをするとだいぶはかどると思います。続いて19個目に参りたいと思います。19個目は、捨てられない人に限って不要なものを過大評価し、大切なものを存在に扱うということですね。捨てられない人に限って不要なものを過大評価して、大切なものを存在に扱うという人がやっぱり結構多いですね。やっぱり僕自身も何十件とお部屋の片付けをしてきましたけども、やっぱり片付け慣れてない人とか、物を捨てられない人に共通して、なんかいらないものなのにその物を過大評価してる方がやっぱり多いですね。やっぱりこれ人間の心理として、一度自分が所有したものの価値をやっぱ上げる癖があるんです。そういう心理があるんですよね。本当にそれって、まあ、客観的に価値があるものなのか、自分の人生にとって価値があるものなのか、過大評価しすぎてないかっていうのを考えてほしいですよ。やっぱり皆さんの生活に必要なものとか、皆さんにとって大事なものってほぼ2割で収まるんですよ。例えば整理収納アドバイザーの資格とかでも言われてるのは、だいたい一人暮らし
しでスッキリしてるお部屋って大体1000個ぐらいのものなんですけども、でもその1000個全部使っているかって言ったらそうじゃなくて、大体普段の生活で使ってるの大体200個ぐらいなんですよね。だからミニマリストさんって大体100個から300個ぐらいのもので暮らしてる人が多いんですけども、だから言ってみたら約700から900個のものって、まあ、言ってみたら、まあ、ガラクタって言ったらちょっとあれかもしれないですけども、使ってないものだったりとか普段目にしてないものだったりとか触れてないものなわけじゃないですか。だからなんかそういうガラクタで本当に大事な100から300埋まってるわけですよ。だからぜひ皆さんも片付けをするときは不要なものを過大評価してないかって一度チェックしていただいて、フラットなね目線で考えてほしいなと思います。で、まあ、宝探しのように本当に自分にとって大事なものとか好きなものが見つかれば、やっぱりそっちの方が人生と生活って豊かになるじゃないですか。だから過大評価せず、もう不要なものは不要なものなので、もうガラクタゴミと一緒なんですよ。価値がゼロなわけですよ。もうないのと一緒なので、だから、まあ、そういうものは優先的に手放すのが大事じゃないかなって思います。続いて20個目参りたいと思います。あなたの片付けに役立つミニマリストの名言20個目は、幸せなのは持つ人ではなくて持たなくても幸せを感じられる人ということですね。幸せなのは持つ人ではなくて持たなくても幸せを感じられる人ということです、まあ、これは物でもそうだし、人間関係でもお仕事でもお金でも何でも言えることなんですけども、持つことによって幸せな人、幸せになる人よりも、まあ、なくても幸せになれる人の方がやっぱり無敵じゃないですか。やっぱりその幸せレベルっていうのはガクンと下がることによって、まあ、少なくても幸せになれるわけだから、すぐに幸せになれるわけです。幸せな毎日がずっと続くわけですよ。だけど例えば年収1000万円以上じゃないと幸せじゃないとか、物をこれだけ持ってないと幸せじゃないとか、まあ、人間関係とかお仕事とかもこれぐらい抱えてないと、これだけいないと幸せじゃないってなっちゃうと、不幸な毎日、不幸な自分がずっと続きますよね。そうじゃないとやっぱりそういう人生を送っちゃうと、それこそ時間もお金もどんどん必要になってきちゃうので、そうじゃないとやっぱり幸せに生きられる人って少ないものでも少ないことでも幸せになれる人、幸せを感じられる人だと思うんですよ。だから例えば100個のもので十分幸せになれるんだったら、それに越したことはないでしょうし、例えば月10万円で暮らせるんだったら、それで幸せだと感じるんだったらそれに越したことはないですよね。例えば生活費30万円ぐらいの幸せになれないよっていう人は、やっぱりその分お金も必要だ、その分稼がなきゃいけないから時間も奪われていくし、だからこそ僕自身は少ない暮らしこそ豊かだと思うんですよ。よくミニマリスト界隈で言われてる、まあ、有名な言葉があって、 Less is more っていう言葉があって、より少ないことがより豊かなことだよっていうのがあるんですよ。で、僕はまさにそうだと思っていて、これはつまりより少ない中で幸せに感じられること、これが豊かなことだと僕自身は思っているので、ぜひ皆さんもですね、たくさん抱えるのではなくて、たくさん所有するのではなくて、より少なくいきましょうよと、より少なくてもその幸せに感じられる心を育てましょう、育みましょうっていうのが僕自身は大事だと思っていますので、ぜひね皆さんそんな風に、そんなミニマリストになれるように、ちょっと心をね、まあ、教育するというか、まあ、メンタルを学ぶというか、片付けをしていきながら、より少ない暮らしをしていきながら、春を知る生活をして、まあ、感謝できることを探していきながら、これだけあれば十分だなっていうような感覚を身につけるっていうのはすごく大事なことじゃないかなって思います。そして最後21個目ですね。あなたの片付けに役立つミニマリストの名言21個目は、これも最後にね皆さんめちゃくちゃお伝えしたいんですけども、使わないものを1個減らしたところで人生は劇的には変わらないと。だけどその1個のものさえ捨てられない人の人生は一生変わることはないということですね。たった1個のものを減らしたところで人生は変わらないけど、その1個をないがしろにして減らせない人の人生は一生変わることがないですよというのを最後にお伝えして終わろうかなというふうに思います。で、結構ね僕自身は片付けのやり方とかコツをねご紹介今までたくさんしてきたんですけども、まあ1日1個捨てましょうとかっていうことを言うわけですよ。1日1個バカにする人とかね、捨てることをバカにする人とか、その1個をねないがしろにする人、それこそ1円とか2円とかでもそうですよ、お金に関してもそうなんですけども、そのちっちゃな実績積み重ねをバカにする人って結果人生変わらないわけですよ。うまくいく人とかお金をうまく増やせる人っていうのは、そういうちっちゃな変化というか、そのちっちゃな実績をめちゃくちゃ大事にしてるんですよね。で、1個、毎日1個減らしさえすれば1年経てば365個捨てられるじゃないですか。で、2年経てば約600個で、3年経てば900個っていう風に、どんどんその1個ずつ減らしていけば数が膨大になっていきますよね。塵も積もればじゃないですか。だから
僕自身はそういうちっちゃな積み重ねっていうのを大事にしてきたからこそ、ここ5年でめちゃくちゃ人生を変えられてきたわけですよ。で、僕自身は、まあ自分で言うのもあれかもしれない、本当にいろんなミニマリストさんがいる中で、僕本当に一番人生変えられたんじゃないかって思うぐらい僕人生変えられてきたから、で、逆になんか昔と全然変わってないミニマリストさんほど、一個のなんか大事さというか貴重さに気づけてないというか、ないがしろにしてきた方なんじゃないかなというふうに思うわけですよね。だから、一個をバカにするんじゃなくて、一個減らしたところで人生変わらないでしょって思うんじゃなくて、一個すら捨てられない人は一生変わらないんだよっていうのを、まあ念頭に入れて、ぜひね、地道な努力をするというのがすごく大事だと思います。もう成功する人ほど、お金持ちになっていく人ほど、経済的に自立する人ほど、時間的に余裕を持つ人ほど、なんかそういう地道な努力をしてたりとかするんですよ。だから、ぜひ皆さんもですね、一個をないがしろにするんじゃなくて、1円をないがしろにするんじゃなくて、なんかそういうちっちゃな積み重ねを大事にできるようなミニマリストさんになっていただけたらなっていうふうに思います。ということで、今回の動画は以上になりまして、今回の動画ではあなたの片付けに役立つミニマリストの名言集ということでお話をしてきました。ぜひですね、今回の動画で共感した部分だったりとか参考になった部分がありましたら、ぜひ今日からでも明日からでも実践してほしいなと思います。そして今回の動画がちょっとでも役に立ちました、面白かったですという方はぜひチャンネル登録お願いします。そして、まあ、動画の冒頭でも言ったように、先月からねミニマリストのオンラインコミュニティ M ラボを開設いたしましたので、そこで情報交換したい方だったりとか、 もっと深く学びたい方はぜひメンバーになっていただけたらと思います。詳細はこの動画の下の概要欄に貼ってあります。ということで、本日の動画は以上になります。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。